夕暮れのファハドオンの噴水ファハドオンの噴水は、ゼッタ噴水としても知られ、世界の噴水で最も高い。サウジアラビアの西海岸にある、ゼッタの海岸に位置している。噴水の最大の高さは、資料によって異なり、航海の海面から853フィート、または1024フィートとされている。高さが低い方であったとしても、ファハドオンの噴水は、世界で最も高い。 世界第2位であるアメリカイーストセントルイスのゲートウェイガイザーは高さ約630フィートである。噴水はファハド王によるジェッタ市への寄付で建設され名称にもなっている。噴水はジェッタ周辺ではどこでも見ることができる。放出される水は時速3 7 5トルのスピードに達することもあり、噴き出された水の量は 18ショートトンを超える。噴水は1980年から1983年にかけて建設され、1985年から運営している。噴水の水には真水ではなく、航海からの海水を使用している。夜には500以上のスポットライトでイルミネーションが行われる。2010年3月27日、2010年、アースアワーに参加するため、 噴水のライトが消された。ありがとうございます。